恵方巻きを折ります。まずこちらを半分に折ります。開きます。こちらの辺を少しだけ切ります。折り目で戻して切ったところまで折ります。角をすべて後ろ側に折ります。好きな紙を、色の紙を用意します。とこちらを、半分に折ります。半分に折ります。すべて同じように折っていきます。こちらを好きなように重ねてテープで留めます。こちらを中に挟み込みます。のりで貼り付けます。こちらはみ出した部分を少しずつ折っていきます。折った部分を糊で留めます。こちらで完成です。